はい、配信開始したよー。変な,変な声がした。今、なんか今う持ってきてる。ラシマ坂田線の必用日開始。<laughs> オッケーオッケー、えー、さあさあ、すいとしにいた。わたしもしますー。わたし私もしますーし。<coughs> 来ましたーお<い>完璧だ完璧だ完璧パーペキーパーフェクト何者何者誰なんだなんかすごい動物みたいな感じにんましうん絶対しまく君だよね <laughs> 俺えマーシーじゃないの今のえ、俺さっきはついあの ニコ生の方ートしてたから誰だいやでも確実にく君だねぽいよねえ島先のどちらかでしょう俺のあせんらだ私ではない私ではないよほんとにやばいえ、怖い謎にホームられたでもあれちゃん実は裏さんだったって落ちたりしてなんでだよまああるねそれはふざけんな自分でこうふふふふふとかやってるふざけんなふざけんな <laughs> ありえますなさあ本日は浦島坂田なさんの解八85回です。<laughs> んなんて浦島坂田なさんの月曜日84回です。<laughs> イェーイイェーイブログは書こうと思ったんですけど書いてませんでした。<laughs> というわけで、<laughs> イェーイ今日もよろしくお願いします。何週目だ何週目お待て何週目なんだ何だ お前今何週目って言ったからにはお前のターンになったら分かってんだろう。で出たややったらやり返すマン出た。やったらやり返すマン。一日ごとに。やったら十や倍にやり返すマンや。返す返す。半沢直樹。ミスターハンザワ直樹。百回ぐらい返すから。人は狩りを。半沢直樹という。違うなんかね。今日だ次回は浦田？いやダブリタン。私かな。今日は仙ラーだと思う。オッケー。 んんかごめん喋ろうとしてたらタイマーうんいいんだ俺は喋らないいいんだいじけるじゃんいじけるじゃんああ膝が痛え何ですかえっとね膝が痛い膝が痛いって何かあったんですか何があったんだそうなんですよこれはかれこれまさかあの時の傷がそう3時間前に遡るおる電車がめちゃめちゃ混んでいて正直言うとほぼ帰れない状態にあっただから俺はいつもと違うルートで 帰りなんなんかミュートになったぞあいつ。っあ,あの赤払いを話してるときに死んとこうと思って。いやして。いいの？うん。分かかあれわかるこれ三時間前。最近よ。そう最近。俺はまあ帰ろう。うん、最初から最初からすんだ。オッケー。ちょっと赤払いがまあいいか。あれわかるこれ三時間前。<laughs> 最近よ。俺は帰ろうと思っていたんだが、まあ普段のルートだと帰。じゃ赤払い。うん、あれは三時間前。<laughs>

抜け出した抜けにいいや抜けに抜け出した完全にあのエンドレスエイトに気づいてしまった今ぐらいの <laughs> <laughs> 何が気づいたんや <laughs> <laughs> 気づいたか <coughs> 完全には気が抜けておりましたまあなんか普通にこけた、うん、痛かった腫れた辛い以上 <laughs> ださだ<わ><お>いぶ簡い,い,い,いかないやなんかまだ赤いだけだからいいかなみたいなちょっと痛いけどそれが明日オ紫になって、うん

配信ちょっと代わりに誰か取ってくれへん、今、一瞬。ステミキのインターフェース繋がってないから無理ぽう。あ、何ね入れてるというか、多分変なところ、イザナミしてると思う。イザナミはうん。最近だ。これが本当のイザナミか。ああ、どうしたイザナミ。だ。イザナぎ使うな。イザナぎって何イザナミに対抗できる。 術がイザナギっていう俺が知らなかった恥ずかしいだけやんけその。間違えてるのかと思ってイザナギってないねんって言ったけどほんまにやれと俺が恥ずかしいだけ。いや知らんかった。おこれどうした。大丈夫ない。何つったってるか。に。どうしたのあの人。あこれうん。なんかパソコン配線が六点五まで落ちてるんよ。 スピードああ、回線がやばいね、パソコンじゃなくて。かんなロボがやばいぞ。みんななんか今、いきなり追キャストニーズ増えたぞ。ああ、もう聞こえなくなったから。優先なの坂田の。多分あの復活しはちょっとなんか。ああ、線あ優先じゃないんだ。無無線線優先にした方がいいよ。 あ、今聞こえてなさそうだな。雑魚。雑魚なんかな。お、うん、お、お聞こえてな。うるせえな、こいつ。お。<laughs> 聞こえている。聞こえてた。全部聞こえてんだよな。なに?。さあ、じゃあ、もうできそう。大丈夫、どう調子は。わかんない。でも、もう始めといてもらっていいよ。海鮮、海鮮雑魚。海鮮雑魚娘さんや。海鮮雑魚娘。どっから来た?。海鮮雑魚娘さん 海鮮海鮮雑魚娘海鮮チャーハン。それ、海鮮じゃん。そう、じゃん。さあ、ということで、はい、のコーナーに行きますか。はい、早くないちょっと。ええちょっとごめんなマシまだ喋んなくなってるでしょ。なったって。マシがまだ喋んないんだけど。なったって書いてあるよ。ほんま、今聞こえてんのかな マシよ俺本当は白色じゃねえかな出て,てた人がし喋んない。おい喋れ喋れ、マーシー。んもっと喋って。俺たちがボケてるのよ。おい。マーシーって本当は紫じゃなくて白なの色。俺は。うんんどうなんすかどうなんすか俺は俺は紫。今の線前のもしかして。<ん>あれちゃん。キく君のものまね。<ん> <laughs> そうやで。 セクンのモノマネスキャン。やっぱりか。グルコチバスケしたいっす。グルコチー、バスケしたいし。コピーヨタ、コピー、得意っす。社会人一年目はコピーが仕事なんですない印刷とか。パフベクドコピーしてくんよセクンデア。 口調しか似てないね,う,ねうす <laughs> ウ,スウスって言うっけアイツもしかしてカバジのカバジ,をパやカバジをパーフェクトコピーして、ね、<laughs> カバジのイベントウスもう打てません僕 <laughs> <laughs> カバジバカにするやろ今いやいやいやじゃ波動球打てなかったからねあー、うん、はいはいはいで。 あの角刈り先輩とのね。そうそうそう。バーニング先輩とのね。バーニング先輩バーニング先輩な。うん。あど球っていうのただの力強いスマッシュやもんな。そうね。ま、それはええとして。じゃ、そろそろ。フツオタいきますか。いや、りきますかはい。じゃあ、一発目のフツオタは。うら、いタンんが読むんですよ。はい。えん。 ウラタさん、シマさん、サカタさん、センラさん、そして、モエモエキュン、過去棒。あ、読み方間違えました。ウラタさん、シマさん、サカタさん、センラさん、そして、モエモエキュンのグループの皆さん、こんばんは、シノリンゴと申します。毎週月曜日、ウラシマサカタの月曜日を聞いて、現実逃避してます。ありがとうございます。苦笑い。サカタさんはつい最近ワンマンライブでしたね。私は地方民ということで、行けませんでした。ですが、家で真顔でペンラ振っていたので楽しかったです。楽しくねえだろ、こいつ。ところで質問ろお<っ>あれ 正直、真顔でペンライトを振るという行為は、本当にやっていたのかっていうのが疑問なんですよね。よくそういうおっしゃる方はいらっしゃるんですけど、<laughs> 実際に、まあ、ね、あんまりまあこまは専門家の意見を聞こうや、専門家、の人間観察、<あ>えっと、まあ、順一級の島君にちょっと聞こう。では、まあ、そうですね、そらく、はい、まあ、そらくですね。はい えーまあ、彼女はままあ、まあ担当直に言うと、これやってないですね。あなぜそう思うのでしょうか。えー、やっぱり,っぱり、うん、あのやはりこう真顔でペンライトを振っていたといって、こうなんかあ私もあこの子も頑張ってるんだなというふうに我々にこうちょっと褒めてもらいたいがあまりに嘘をついてしまったというケースですね。これはなるほど。リアルやな。リアルやな、偉い <laughs> なるほどまあつまりじゃあ、えー、シノリンゴさんは、えー、ペンライト振っていないと。 振ってここで多分腹でもほじったんじゃないですかねこれはなるほど普通歌でちょっとこう引っ張ってもらいたいがためにわざとそうですねちょっとあの好感度というかまあ、このしノりんごさんいい子やなって思われたいがためのそうですねこれはなるほどああなるほどね確かに私もそう思いますあれは真顔でペンライト振ることがいいことだとは思えませんがでも評論家としてはそう思うんですね。なるほどね ペンラフリ評論家のものなんですけれども。ペンラフリ評論家。のあ、これはこれは。はい。ゲストが多い。やはり。今、あの。マシリトさんがおっしゃられた。シリトマシリトさん。マシリトさん。はい。マシリトさんがおっしゃられていた。その、これは実は振っていなかったという件について。これは事実だと思いますね、私も。なぜそう言い切れるのでしょうか。そうですね。ペンラを振る時の感情というのは。 すごく楽しい時なんですよね。楽しいです。あなるほど、確かに。心が晴れやかで、なおかつうららかで、そしてけなげで気さくで、少年的な時に初めてペンライトを振る、そういうものなんですね。なるほど。自然にそういう気持ちになっている時は笑顔になるんです。なるほど。真顔でペンライトを振っていたというのは、言えなればですね。はい 水の入ってないプールで泳いでいたというぐらい矛盾をしていることなんですね。なるほど。ほどはい。はいや、こ<お>、えー、専門家の、専門家マシリトさん。さんここでまあ専門的な、はい、まああの意見なんですけれども、あのよくまあこうライブとかしていて、まあこう自分にそのまあその本人、お客さんが興味のない人のパートナー時どうします？ こうなんかこう、まあ、専門的な言葉で言うとまあちょっとこうやる気のない感じの顔でこう真顔な感じで振ってる子がたまにこうちらほら見えるんですがやはりこれつまりまあ何が言いたいかというとこ坂田さんのことはそんなに好きじゃないけどまあ一応ふっとくか的なノリでえまあ振っている可能性も確かにあるかもしれない、ね、あこれれはましりとさんに私一本取られちゃいましたね <laughs> ところで質問ですそろそろ暖かい春がやってきますね 皆さんはこの暖かい春、どこか旅行に行けるなら、ここの都道府県に行きたいとかありますか私は春ツアー、皆さんに会いに行くことで頭いっぱいです。なければリンゴのいいところを語ってください。なかなかとすみませんでした。ご時脱事は許してください。これからも体調管理に気をつけてくださいね。かっこ体調が悪くなったら看病しに行きます。ありがとうございました。ありがと,ういというわけで。ありがとう。ということですよ。うん、なるほどね。うん、いやー、まあ、真顔でペンが振ってるんかな、ほんまに。君は。 まあ非常言うとくはありがとうねありがとう偉そうなおっさんやな一応言うとくわなと思ってああ言って言うとないでまあ一応ね一応でも振ってなかったらさやっぱりこうこっちもありやんかありがとうっていうの言わんで感じがするやんかああ振ってるかなっていうちょっと微妙な判定のありがとうねっていうなるほど振ってるだろうということですね はい、まあでもこのたん真顔で振るってやつあれでしょうリアルなあやめやめとくわ何でもいいえー、っとですねどこに行きたいかな、はい、どこどこかな、うん、そうですね、うん、旅行に行くとするならば、うん、じゃあ私から行きましょうかお,お願いしますほーえっ北海道かな いいんだけど今のまやほうまで言ったんですけど実際どうかなと思ってでやっぱ海鮮食いたいなと思って頭の中に出てきたのが福岡の豚骨ラーメンか北海道の海鮮かとなってほうふくぐらいの感じで北海道ななるほどねほうふくするほうふくする なんかラーメンってさその器一杯でなんかお腹いっぱいになる感じするじゃんでも海鮮ってさなんかその一つのサラダされてもなんかまたちょっと別の皿盛り頼もうかなみたいになるよねだからだから一つのものでこう完結させるかこうなんか二つ以上頼むかとかでまたちょっと変わってくるね確かにこういろんな味楽しめるのと一杯でいっぱいになるのやからちょっと。 好みがね分かれるっちゃ分かれますよね。そうでございます。確かに、そう北海道の方はこうカの皿盛りもあればこうマグロの皿盛りもあって、でこう甘い味の皿盛りも出てきて、焼けるマグロ。申し訳ございません、厚切りとマグロが出てしまいました。さあ、ということで、じゃあ島はどうですか。俺はな南の方に来た沖縄とかに行きたいな都道府県なら。沖縄行きたあのプールプール海入りたい海入りたい。あ海入りたい海入りたい。うん。暖かい。 ゴーヤゴーヤチャンプルがなゴーヤ好きなのゴーヤ好きだええ、珍しいね珍しいゴーヤチャンプルが好きゴーヤチャンプルが好きゴーヤはああ、んゴーヤはゴーヤうんまあ苦いけど美味しいねでもうんはい、そんなでもなかったということでね泡盛泡盛みたいねうん泡盛いいですねうんウレタさんに一気してもらうタムレ俺は沖縄に行きたいですお えあったかい海で泳ぎたいああ海あったかいのいやなんかちょっとねまあとあることであの、3日間行ったんですけどずっと雨降ってて全く寒かったねくそ寒くてあらなんかこれ何しやんそう逆に神的タイミングだったよあれは逆にね逆にそんな雨に直撃する人いい日ぐらいの勢いやつそう3日間完全雨うんマジか行きたい連れてってくれ 沖縄いいですね。沖縄で我々ライブしたことないよね。そう思うと。ないでござる。ない。うん。ね。やりましょう。ね。沖縄ってライブハウス、どこがあるんだろう。わかんないな。いっぱいあるん。じゃあ、やっぱり。あるんかな。あとオレンジレンジも。沖縄だし。ね、夏川りみさんも、ビギンも。有名な。いっぱいモンゴル八百もそうや。おお。おお。ね、絶対いっぱいあるよ。うん、うん、うん。行きましょう。沖縄。行きましょう。行きましょう。 ちなみに坂田さんは沖縄どこ行くああ、俺はね、この間すごく気にななんかテレビで見ててすごく気になった場所があって、うん。千尋のさ、なんか舞台、そのモデルになったっていう温泉がある場所、長野県にある渋温泉っていうその、なんか場所があって、そのなんか金ゴ屋っていう場所に行きたいな。へぇ。ちょっと行きたいな。あれ日本なんですね。温泉好きなの好き 日本なのね、あれね、確かに。中華街みたいな感じするんね、雰囲気的には。ね。うん。で、あの。で、あく大丈夫よ。何、ブラちゃん。んいや、で、食べまくって、あの、お父さんたちみたいになるみたいな、くだらんことをおうとした。ああ。ああ、ブタさんそう。サカさんサカさん。ブブ。サカブ。ブブ。みなさん、見てください。これが嫌がらせですよ。

うん、春ツアルツラーが発表された日は、娘の誕生日でした。<娘>浦島坂田さがお母様。浦島坂田さが大好きな娘に頼まれて、先行予約からチケットを取りました。えー、ちなみに娘は、小学5年生です、娘<ー>あらすごいうん。娘が歌ってみたを聞いたり、DVD を見たりしていたので、私もライブに行ってみたいと思い、娘と私の2人分のチケットを取りました。ところが、ところが、ところが。 <ん>娘は私の分の私の分を友だ自分の友達に渡す約束をしてしまったのです。レニー・ア約束をしてしまったので親としては約束を破るわけにもいかず結局私のチケットは娘の友達に渡すことになってしまいました。<ー>あらららら。ひ<ー>、ね、密かに楽しみにしていたので再度チケットを申し込んでみようと思います。ただ。 娘にちょっとお仕置きがしたいので、浦島坂田線の皆さんから、お母さんの分を友達に渡しちゃだめと言っていただけないでしょうかきっと娘に届くと思います。かっこいい思いにあるリスナーはうちの娘くらいだと思います。どうかよろしくお願いします。<laughs> 最後に、うんうん、いつも投稿された方が文末に書いてある方が。方がね、いつも投稿さた方が,が文末に書いてあるらん蘭、蘭、えー、蘭、蘭、蘭。いや、えー、長文失礼しますなどの。 ラジオでは本無来読まなくて良い部分をあえて読まれているところに関心しました。読んでいいや。読なかった。俺らも完全にもう無尽蔵に読んでただけ。読んでいいよ。お母さ知らなかったですそうなの。知らなかったですよ。お母さん知らなかった。知らなかったわ。今度からじゃあ読まんどこか。読まんどこかね。そうや。はいはいはい。 文末にこれをつけた方がいいんだなと、自然と手紙のマナーを身につけられてますよね、素敵なことです。では、今後もますますのマナーを祈っております。長文失礼しましたとのことです。すごい。なんか、ちゃんとしてるね、やっぱお母さんね。文章がしっかりしてる。つけいる隙がないみたいな。じゃあ、ちょっとウラタンが代表して言ってあげてよ。いや、これブチギレで言ってほしい一回ちょっと。ブチギレ選手権。4人がブチギレながら言う選手権。じゃあ、私から、まずは、 エントリーナンバー一、グラいきますどうぞんお前さぁダメだろ以上ですなるほどねちょっと響くねじゃあ俺俺次行くわあじゃあエントリーナンバー二、お願いします坂田いきますはい自分が何やったか分かっとんのかお前それ アニメのネタだろうよ。はい、ありがとうございます。やりたいだけ、坂田ピピックじゃん。最近流行りの。じゃあ3番目は。あじゃあ俺が行こうか。お願いします。俺は怖いですからね、さんは。じゃあエントリーナンバー3番、島さんお願いします。はい、島です。よろしくお願いします。

なるほど。話を聞いたよう。うん。まあ、あのチケットをね、こうあの友達に譲ってしまう、そういうことあると思うんですよね。やっぱりね。まあ、でも、その、チケットをね、こう一生懸命取ってくれたお母さんの気持ちがやっぱ、お兄さんすごく、悲しい。うん。<laughs> もうなんかこう、お母さん気持ちになると、すごくね、悲しいの、本当に。うん。なんかね、こう、うん、仕方ない、仕方ないと思うで、もね、やっぱ、ね、悲しいね、やっぱり。うどうしたらいいんかなーって。ねもうどうしたらいいんかなーって、すごい思うんやけど、ね、でもう、悲しいな。 うんということでですね、えーま、ごめんなさい、しっかりしてくださいね。はい。せやな、ま,ま,あま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 あ、まあ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 、みみみむむめみみ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 のみみ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 まあ,まあ、まあうんうん、みみみみみみみ で、その時についつい友達に言って、私も行きたいってなったら、あ、2枚取ったしいいよってこう表紙でちょっとこう、ちょっといい格好しちゃう時って昔なかったです。なんかこう、ちょっと表紙が分かるよって、まあ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 。うん、あるよね。うん。あるね。ねえ、なんかすごいね。なんかもちろんこれはあるやけど、ね、気持ちはすごくなんか分かってしまうね。お母さんもちろん分かってあるやろから、もうあるから。お母さんは悲しいよな。ねえ、そうですね、確かに。 これれあだよね娘は私の分を自分の友達に渡す。だから最初から2人で行く予定と、親子で行く予定となっていたのだが、だから、まあこう、叱ってほしいと。まあ叱ってほしい過去、過去笑うぐらいだと思うけどね。俺は許せない。許せない。すごい、すごい、すごい、すごい。お母さんがそこまで言ってないのになぜか俺らが真剣に怒るそんなそこまでしていらんよみたいになってんのに。まじはもう許さんと。 俺親子で親子でこう娘と一緒に歌ってみた聞いたり DVD 見たりこう楽しくしてるのに勝手にこう娘と私の2人分のチケット取ったのにあ取ったのに勝手に娘が勝手に約束してどこの誰かも分からんど,どこのクソガキか知らんけど勝手にお前母さんの分をあ分かったんか父さんお父さん怒ってるやるか お父さんのことも少しわかるのよ。お母さん。お母さん。この前からってね、あの、何でも許されると思ったら、大間違い。もう小五でも小一でも、ね、三歳でも二歳でも、二十歳でも、三十歳でも、四十歳でも、あかんことわかんない。そういうもんなのね、お父さん。なんで、お父さん出てこへんねん。俺、分かったよ。俺、お父さんやった。そうだよ。まあ、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 でも、これを、これを機にね。こいつ、次から気をつけたらええね一つ学んだな。お母さんが犠牲になったけど。

お母さんはこれで、あの浦島サ田タに冗談が通じないっていうことです。いや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 、まずは、た叩きつぶしてくるっていう。怖い。負だ勝負なに、いろいろ学んでいこうぜ。はい、頑張りましょう。はい、じゃあ次のお便りを、じゃマシお願いします。マシ。マシ。マシです。マシ。え、マシ。え、ーラシマサカタセンの皆さん、クルーの皆さん、こんばんは。はじめまして、クルーと申します。初田失礼します。 突然なのですが、今、私のクラスではリズムゲームやリズムギャグの次になぜか心理テストが流行っています。ベベンな、ベベンって何なので、私は浦島坂田船の皆さんやこのラジオを聴いているクルーの皆さんにもしてもらいたいなと思ったのと、えー、最近企画をあまりやられていなくて、久しぶりにしてほしいという気持ちもあったので送らせていただきました。ぜひ来ていただけると嬉しいです。企画やれよ <laughs> !3 つ送るのであって、3つ、3つくるでこれ。企画だ、これ企画になるぞ。 え3つ置くので、とても長文になりますが、許してください。また、なぜそうなるかという説明文は長くなるので、走らせていただきました。走ん,んな、そこは。大事だろ。<え>ここまで読んでいただきありがとうございました。はい、私、私事ですが、春ツアー大阪に初参戦させていただきます。今からとても楽しみです。最近、急に暖かくなる日もありますが、まだまだ寒い日は続きそうなので、急な気温差,の急な気温差や、えー、風、インフルエンザにお気をつけください。ちなみに、私は謎の風邪を引き、 1> 約1ヶ月治っていません。それでは、<laughs> <ー>ありがとうございました。皆さんの心理テストの結果がどうなるか、楽しみです。でええー、答えは、答えは5行。括弧矢印5個分下に書きますので、読むときは注意してください。はい。はい、ではまず、1つ目です。皆さんは、海。海。と聞いて、何を連想しますか ?1、太陽。2、カップル。3、波。4、 こんなん言われたら全部想像できるやんてね海と聞いてでしょえ浮かびますどさんじゃあ私は太陽島くん俺カップル坂田船私、涙かぶってもいいようわ、みんなバラバラやでもね、俺ヤシの木って思うかんないけどないからさもうそれなんかでも波からハワイだ じゃあ答えます。この心理テストでは異性に一番求めているものが分かります。1の陽を選んだ浦田さんは外見用紙。2番のカップルを選んだ島は体。3番の波を選んだ線路は人間性。嘘<だ>4番の船を選んだ坂田はお金。<laughs> なんでやこ <laughs> んなんでわかるはずないやろこん,なんでわかんねえだろ <laughs>

2つ目、実際の姿よりも魅力的に人間を映し出す鏡があります。その不思議な鏡はどんな形をしていますか ?1 番、丸い形。2番、四角い形。3番、三角形の形。4番、これなんていうの楕円かな楕円楕円楕円エってどんな形だっけ丸がまん丸だとしたら、ちょっと縦長の丸だった。横長の丸だった。ちょっとでかいやつか。人間を映し出すとはその不思議な鏡はどんな形 鏡を鏡を鏡,を鏡私は丸い形の鏡にします。まんまるね、うん、じゃあ、しま君。俺、うわぁ、俺、えー、俺も丸かな。おぉ、丸。坂田、大変、うん、かな。お<ー>俺も大変。ク、ね、かりまし,、ね、スクロールしますよ、ねえー、スクロールします。この心理テストでは、外見に対する自信を探ることができます。黙れ 1番の丸い形の鏡を選んだ浦島はおだてられると調子に乗るタイプ。うーーじゃあもう4番いか、4番。4番のえー、坂線、楕円の鏡を選んだ方は、用紙にかなり自信あり。何やねんこれ。ーえー、まぁ、あ、次に2番と3番。次に2番。23 <coughs>、四角形の鏡を選んだ方は、外見よりも内面的に自信あり。えー、3番の三角形を選んだ方は、必要以上に外見を気にしない。三角とか選ぶやついんのか <laughs> いないだろうな。バランス悪すぎやろ。

超大きなお城があります。はいやりました。そのお城には何個窓がついてますか？これめんどくさいやつだぞ。多ければ多いほどなんかね、くだらないことをさせられるぞ。<laughs> でも少なければ。超大きなお城やって、はい。多いとなんかまたキスの長さみたいなとかなるから。少なすぎます。読みません。その 心理テストの、心理テストのタイミングが違うから、これきっの時間とか出てるから、なそれは仕事おかしいんじゃないかな。俺二百個、二百個、二百どんだけマズアね、おかいや超大きいね、超だらけか。超大きい。いやいや超大きくてもそんなにマるあるあるある、タオ決めろ。俺は俺九個、俺九個。九個。うん。高田さん。うわ。俺俺五個やわ。 浦さん以外一桁200じゃあいきますいきますはいこの心理テストではあなたのナルシストとかわかりますふざけんな窓が窓が200ついていると答えた浦田さんはナルシストと200ふざけんな島が島が9坂田2千賀5ということですね坂田さん浦田さん何個って言ってたっけ200個ほらなこれ どんだけ自分好きな子をしてるの人これどうせそうだと思ったんです、ね。<laughs> 僕200ですね。レベル200やん。だレベル200。やん。200。レベル200。レベル2ストレベル200。レベル200。<laughs> レベル200。レベル200。レんル200。レベル200。レんル200。レベル200。レんル200。レベル200。レベル200。レベル2ストレベル200。レベル2ストレベル200。レベル200。レベル2 だって目の前に超巨大な城がありました。はい、窓が何個ついてますか、うん、えー、10個かなえ、じゃあ俺10個の十ナルシストなんだ。ならんでしょ、別に。意味を、意味を書いてくれ。貴重な浦田さんの乗り突っ込みのシーンでした。<laughs> ちょっと面白,い面白くて、貴重な浦田さんのの何が心理だよこれ、<laughs> 俺心理してねえだろう。意味を答える意味。う なるほどね、<laughs> 確かにね。いい意味を答える。この大きければ多いほどってその浦田でも深読みはあってたわけ、ね。でもあってたね。合って大きければ多いほどやばかったね。その、うん、<laughs> 超大きな城を自分だとその付随要素でね、あの答えた後に実は超大きなお城っていうのは自分のことです。で、たくさんの窓があると、うん、なんかその。 まあなんでしょうその分あなたはその窓を一つずつ開けたら中が見,ら見れます見れる数が増えますとかそういうさ要素があるんだったらわかるよこれはただ単に超大きな城だけ窓は何個ですかそれだけじゃちょっと私は心理テストとは言えないんじゃないですかねと <laughs> まあ朝日はな <laughs> も,うつもう作れや <laughs> <laughs> 俺が作る俺が <laughs> 俺あの企画になるから浦田,浦田流心理テスト <laughs> 全部全部せっ悪くなるから <laughs> <laughs> いやだな、それしたくないな <laughs>。次お願いします <laughs> じゃ。はい、ラスト私読みます。はい、よ。トルタさん、センナさん、センナさん、そしてクルーの皆さん、こんばんはー。いや<ー>。こんばんはー。うん、カヨと申します。早速ですが、本題です。私は坂田線の4には面白いの塊でできている。 だということは前々から分かっているのですが、はい、今までの4人での活動の活動などの中で、個人的にこれが面白かったなどというエピソードがあれば教えていただきたいなと思います。ちなみに私は私も坂田線の4人でババ抜きなどをした配信がとても好きで、お腹を抱えて爆笑した記憶があります。エピソードは実際にあって起きたことでも配信内でのエピソードでも大丈夫です。長文な文失礼いたしました。そして春ツアー開催決定おめでとうございます。とても楽しみにしています。20108 <laughs> 年も、あれも負けず <laughs>

90年後の世界っての話になっちゃうんですけど、あの時の4人でやったあの、2090年の話なんで、ちょっと皆さん忘れてるかもしれないですけど、あれですね、ジェダイの騎士ごっこって言って、本当にあの、ビームサーベルじゃなくて、間違えた。何あの武器ジェダイソードエナジードリンクじゃなくて、あの武器あれが実際に出せそうライドセーバー。 ライトセーバーを実際に出して戦ったっていうのが面白かったですねまあ一回に一台もあったからねあの時期あの時期にはねもうなだから実際にマジであったんかと思うんですけど確かあの時代確か c 3 p 8のあのモノマネするのがすごい流行ってみんなコスプレしてたもんねさかたがちょっと中方どうしたプリピーの入れすぎとか右腕に入れてたもんねこれ c 3 p 4のモノマネできるでやってやって c 3 p ようが首をこうスライドする時に出そうと 俺見たことしわ見ることない。見てんのてかな俺、俺メリー号かと思ったけど、それ。メリーゴー、なんかそんな、何声せんかったそシズムドキ。思い出したら、シスリピュってあの金ピカのさ、あの、ほんないけど、あれ、そう思ってて、あの、キンパキン色が、クリエイクがってなんだって。 R2D2 じゃん俺やったの。ディスティビオってなんかハマハマとか言ってるなんかおさみたいなやつ。やばいです、やばいです言ってるやつ。やそうそうそう。危ないです。よ山本がそうロバート山本がこつこつしてたやつ。あいや懐かしいな。やってた跳ねると跳ねる。跳ね飛び跳ね飛びか。跳ね飛びなってしてた。個人的にこれ。ね面白いなと思ったのであの結構数々あるんやけどやっぱりあのみんなで。 船作ったあか面白かったね。クルーズパーティーの時に、間の急に言うあかんねんけど、に流れてるやつで、船作ってみんなで乗ったやつは、あれはやっぱ傑作やと思うな、あれは。確かに。なんかもう、落ちまでの流れが綺麗すぎて、なんかもう。まあね。あれは、逸材やった。乗れ乗れ乗れつって、坂田だけ乗り切れなかったっていう。 懐かしい。でも意外と浮いたよね。てか浮いたというか、船作ったっいうよりもくっつけただけやねくっつけた。ダンボールくっつけたっていうね。ね、こうしたら早いんじゃねえかっていう悪魔の考えのやつを見て。ダンボールは浮くからな。そう。それは良かったね。面白かったな。ねえ、面白かったね。なんだろう、今までと面白かったなんだろう。うん。 振り返っておもろかったのは、うん、あの釣りのロケ行って誰も釣れなかったっい。いろんな意味で面白かったけどね <laughs>。面白かったな。いたずらもしろやったな、ね。体力だけ消耗して帰ったっていう <laughs> <laughs> で。で、俺が唯一釣ったやつが何かガキに持って帰るってる。<laughs> <laughs> しかも勝手に俺が許可を出したっていう。<laughs> <laughs> <laughs> いいよセンラじゃないけどいいよ違ってたからあげあげたわごめんなさいあれめっちゃおもろかったんけど死んでたやつなずっとフランクフルト食ってありがとうも言わずに行きながってたと思ってたんでもあの子供もあの子供もそんなことすることする必要なかったん実際は釣れてたら釣れなかったんあまりにもあの日誰も釣れてなかったもんね誰も周り連れてなくてやばかったよねねほんま謎やったわ もうなんか釣り堀、こんな思んないんかみたいな感じしたもんね。釣り堀行きたい、釣り堀。ねえ、釣り堀行きたね確実に釣れる。とこねに行きたいね。いやー、面白かったな。面白かったよね。うん。うん。もうちょっとでも見れなくなっちゃうんですね、あれは。そうですね。そうです。1月31日で会員の限定の動画が掲載終了になるかな。 大丈夫や。うん、俺たちの思い出の中にしっかりあるから大丈夫や。何 <laughs> の話 <laughs> あの釣りのさ、3人後ろに座っててさ、背中回り運転してんじゃん。あの裏,裏話は、うんあの、さらに後ろでは、あのなんか、うん、あの撮影班の1人が映らないようにずっと横になってるっていうのが面白いね。<laughs> 実は、実は映らないように横になってるっていうのを、うん、思いながらみんなには見てほしい、もう一度。 <laughs> 実はいたんだよ。これ後ろにいるんだよなっ <laughs>、ね。結構つらいですね。っていう感じの。<laughs> ガンガン揺れますね。みたいな。後ろにいますだから、ね、実は。見てみて,、ね、てみてください。は <laughs> <laughs> いさあ。ということでいらっしゃった方に行きますか。はい,、まい。マッシュとか、マッシュとか楽しいことなかった？大丈夫？俺腹抱えて笑ったのは。 あの坂田のバナナボートかな。ああ、面白かったね。あれ半端なかったもう。全部持あれはなんかもう。序盤に全部持ってたから。そうそうそう。そ半がなんかもう失速したみたいなって回るからさ、普通にやってるみ一番最初の戦いが一番おもろかったからなあれ。もっと俺もやればよ簡単に説明すると、あの浦島坂田戦のなんかこのボート上に乗って戦ったら誰が一番強いみたいなチャンバラのね。チャンバラね、水上チャンサモンクッありましてですね。でその乗り物が。 みんな口引きであのー、一つずつなんか選ばれていくんやけど俺なんかバナナボートになって、うん、なんかみんなもっとそのアヒルボートが普通にゴムボート普通のゴムボート一番雑いいバナナボートになってしまったけどバナナボートって乗るのマジでムズくで、うん、あのそれでは試合開始ってこう <laughs> なった瞬間にボチャーンってこう落ちるっていう 戦いにすらならないっていうやつが、落ち方もかなりこう滑稽な感じで落ちまして、<laughs> ね3回ぐらい続いたもんな。そうだね、3回ぐらい落ちたね。たね今のなし、今のなしって言うて、もう一回上がって、ポチゃーんっていうの三3回ぐらい繰り返して。 面白かったで、その後になぜか戦乱が謎の落下を遂げるという。ね俺、俺、こっちにやいては俺はおもろい。足つかへんかったあれ。じゃイナ、棒で探ってたやろ、なんか。しかも、あの時さ、足でつくかな、つくかなと思ったら、つかへんくて、今日、ちゃんとアウトできてる落ちるっていう。しかも、あの時さ、誰か笑うんやったらさ、まだう仲良くなるけど、誰も笑わんっていう。気づかなかったからそもそも。そう、うん。さん。えん。ってうん。うん。う マジマジの絵って何してんのって言ったらどういうことなのって言っドン引きしてるそれが俺個人的にもろかったなあれは良かったですねよかったな個人的に一番おもろかったなって思うまあ一番じゃないとは思うけどパッと思いついたやつがあの最初ら辺にさなんか絵を描く企画がさ結構頑張ってたやつが知りたいと思います 一二三のどれかなやけど、島マくん傷付き書いてるやつが一番俺もおもろかったな。ちっちゃいやつな。そう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 傷付きおらんやんって言ってズームしていたらおったってやつ。めちゃおもろかったな。木の中に俺やつな。そう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 。実は気に隠れてるっていう。そうあの時が僕おもろかったなって思うな。また企画やりたいにりましょう。一二三回目一番本気出してたからね。今は本気だけどね。もう常に本気。ああまあまあ。本気だよ。はい。永遠とさ。 とい。うことではい<次>はいきましょう。はい、はい。じゃあ、イラストコーナー。はい。いいじゃあ、一つ目のイラストを、浦田さん、いいですかはい。ご紹介してください。浦田さん、島さん、坂田さん、千田さん、こんばんは。はじめまして、くると申します。 いつも浦島坂田さの歌を聴いて毎日頑張っています。今回、春ツアーに参加させていただきます。4人に会えるのがとても楽しみです、えー。イラストを見ていただけると泣いて喜びます。話は変わりますが、私は前髪をよく触る癖があるのですが、皆さんにはどんな癖がありますかそれぞれ教えてください。なければメンバーのことでも教えてください。ここまで読んでいただきありがとうございます。誤字脱字など読みにくかったらすみません。これからのご活躍楽しみにしています。ずっと浦島坂田さんがデスケペスデスケペス大好きですと言いました。<今>ありがとうございます今回、漫画じゃないですか、これ。 違う、違う、待て、待て。もしかしたら、それ四の一じゃない。あ、そうだ、間違えてる、俺完全に。あ、じゃあ、坂田、絶対間違ってる。イラスト、イラスト一だよ、イラスト一だよ。絶対、つい、絶対ツイキャスとニコニコ。開いてるの、違うでしょ。違う、だよね間違えた。あと四。四の一。四の一か、これ。四の一。そう、そう、四枚目です。そういうことね。四枚目、先にやっちゃった。ごめん、てへ。ごめん、ぺちょ。ごめん、ぺちょです。ですよ。ごめん、ぺちょね。 <laughs> あすごいねこれはこれはおお <laughs> かなりちょっとダークネスな感じもするけどヘッドホン欲しいな。いいな。ちゃんと一人ずつの,このヘッドホンいいね。ねロゴロゴ入ったらえっシール貼んシールシールシールじゃや,やだな。えー、掘る掘って欲しい。掘って欲しい。昔さ<お>あのめっちゃ ちょっとあれやけど、ローゼンメイデンの水銀とさ、PS 水銀にさ、こう彫刻刀で彫ったやつを売ってたっていう有名なマトリ、知らない？えー知らんい。これこれこれあの雑談しましょう普通に。分かった。オッはい。いやでもイラスト素敵ですねこれは。いいな。みんなかっこいい。持あ、マーシー持ってたよね確か。うん？ヘッドホン？あのヘッドホン。何のヘッドホン？普通に音楽聴くようなヘッドホン持っています。あー持ってる持ってる。音楽聴くよ。 うん音楽聞きよう俺も今ヘッドホンなんだよ。<お>俺もヘッドホンうなんだね。私、うん、イヤホンだわ。田は頭が痛くな。ヘッドホンつけてると、はいはいうん。なんかイヤホンは耳が痛くなるな。なるほど耳に刺すから、うんまあ。確かにヘッドホンは頭痛くなるな。頭,頭も耳も。うん、長時間つけてると。うん、なんだこの空気 <laughs> 疲れりが目立って、ね、そうだねって言うのに、ウェンくてサクティもそうだね、相イズ大事だとこの配信。あの、うん、じゃあ、ヘッドホンつけてるさ、女の子って昔ちょっと可愛いイメージありませんでした。あ<ー>ね、今でも可愛いと思うな。増えるぞ、増えるぞ。俺イヤホンの方が好きなんだよな。うん、うんあー。俺もイヤホン大好きざわざ外でヘッドホンってちょっと意識高すぎるへん。 あ、わかるわかる。でも楽器にヘッドホンつけるの流行ってませんでした？なんかこう。ああ流ってアニメ主人公よにありがちなやつ。ありがちなやつ。そうそうそう。うん。朝倉洋子みたいな。なんかある。邪魔くしいな。邪魔キングだな。邪魔キングと。難しい。なんかわからんでもない。ただ危険だけどね、ヘッドホンもイヤホンも。危ないね。うん。外はね。イヤホンしながらさ、なんかあの買い物してるやつやめろ。うん。 その心を店員さんがなんか俺後ろに待っててさ店員さんがさなんかお箸何千ですかみたいなのとかさ聞いてるのにさボケっとしててさあ確かにお会計とか人と関わってる時につけてるのはよくないねそうそうそう話したくないのか知らんけどだったら指かなんかでもうとりあえず応対しろって思ってしまうわかるやろって感じやけどねつけてたとしてもねせめているよいるよそんなやついるよ 気つけよみんなは。なっちゃダメ。全員いる。なっちゃダメ。俺イヤホンイヤホン女子のが好きだ。イヤホン女子可愛いよね。ま大体の人は。昔あれ好きだったよあのイヤーにこう夏の耳にかけるタイプのイヤホンだったじゃないああか。あった。丸いやつよ。そうあれつけてるとすげえ好きだった。懐かしい。ま愛だよねちょうどヘッドホンとイヤホンのあれ。 うんうんうんまああっちあれやったら外でつけててもまあ大丈夫やね。うん無理してない感があるよね。うんあれ可愛かったな。あれは可愛い。まあ懐かしいな。ね髪の毛ロングの子がねロングとかセミロングぐらいでこうあれが見えてたりするとこれ俺は何聞かれてんのこれサカも聞かれてるこれ何聞かれてんの。どれいやコメントでサカはマって言われてるこれ何聞かれてる。イヤホンかヘッドホンどっちが好きってことね。うんいやイヤホンです完全に個人じゃなくて女の子女の子なんです。 あ、女の子の話うん、ぶっちゃけ、それをつけているからいいと感じたことはないです。以上です。以上になります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてのイラストお願いします。坂田おい、読んじゃいますよ。二やね。うん、二。ちょっと待って、イラストに画像をちょっとするから、ちょっと時間稼いで。イラストにね、4の二じゃないよ。2。どどどんどん。 さすが、お前だ。じゃあ、よせ。津田さん、島さん、瀬田さん、千田さん、そして、クルーの皆さん、こんばんは。勇気と申します。もし、今読まれていたら。もし、今読まれていたら。飛び上がって、号泣しながら、母に伝えに行ってると思います。え?。時間をやろう。早く行け。早く伝えに行け。さて、今回は。 初めてイラストを送らせていただきます浦島坂田戦スプリングツアー桜吹雪でランデブー待て春ツアー決定待てこれ DE じゃない BE になってる。何ランベブランーだランベブランベブーランベブーイラストはデイランデブー浦島坂田戦は自分たちの失敗はいじられたの原達が人の失敗はどこどこいじるのであるクズじゃねえか スタネルのご意見。これは、フグオーガに参戦しようと思っていたのですが、落ちてしまいました。で,ですが、全然諦めてません。なんとしてでも、春ツアーに行きたいと思いますさて、ここまで読んでいただきありがとうございます。私は大好きです。これからも、ちゃんと読まない。<laughs> ちょっと面倒くさい。こっちに読まない, <laughs> まないあのさっき、学んだから読まんでーって思って。なるほど。<laughs> <laughs> お母さんから学んだことを今実施した。さあということで今回のイラストは今のイラストはこうイラストランデになってるんですよね。イラストランデ。ラムベブ。可愛い。可愛い。ね、身長の階段みたいになってて、マジこんな高くないかな。いやいやこんなもんでしょ。マジと俺同じぐらい。 毎回そのやりとりもうええよそんなやつ坂田坂田これ一緒一緒俺もあれかいやいや俺も千鳥と一緒ぐらいなのにななんかおばしいなしちゃうっちゅううんいやでもイケメンねこれみんなね可愛い感じを書いてくれてるよ村田は多分右頬を殴られて口がつむ口が鳥なってヒロ鳥なった方かなねこれみんななんかいや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 ふんじゃないいやふンじゃないです ピサンダーはなんかダイヤー、マーク、ダイヤーと、マーシーはクローン、ウラタさんはこれは、あれはキューリューのアシアと。ソソ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  はい、<laughs> 会話する気ゼロ。<laughs> <laughs> <laughs> そ,うそうそうそう。はい。イラストありがとうございます。はい。ありがとう。じゃあ次のイラスト3枚目。さしまくんお願いします。はい。村田さん、島さん、坂田さん、千田さん、そしてクルーの皆さん、こんばんは。はい。皆様、こんばんは。はい。竹原と申します。竹原イラスト。イラストを描くには得意ではないのですが、今回はイラストを描かせていただきました。 見ていただけると嬉しいです。私は最近、浦島坂田さにはまりました。なので、これからどんどんライブなのに参加したいなと思っています。これからも頑張ってください、応援しても。ありがとう、竹原さん。竹原さん、僕さんみたいな。ほんまや、引退したけど、竹原さん。かわいい。かわいい。懐かしい。とても得意ですよ、これは。とてもとても重要です。これ内臓出てないのかな これなんかちょっと、下の方になんかね、ピンク色の影ないけど、こう、なんか腸的なもん出てる感じもんいるよじゃないだろちゃうやこれおしっこやろ怖いないやめなさい <laughs> みんな、みんな笑顔なの怖すぎだろ、これ <laughs> それと <laughs> 全員狂気だぞ、これ <laughs> あ、可愛い,いやん、これ可愛、うん、い,いあまあでも、虫に食われてんやな、絶対な,葉っ,な葉っぱかな葉っぱ、どうなってんだろうね パパもちゃんと来られて。取ったら、リ人で取ったらあるでしょこう、脳みそもつながってて。別についてる。セんらさ。せんらさ、絶対、これおもろいギャグ言ってる時やろ、これ。おきへんやろうってやつやろ、これ。前にはできない。あ、それか。この指できへんやろっていうやつ。できへんやろうってやってる。そう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 。みんな、で、やってみて、みんなできる決めて、あ、オッケーって言うて。性格もある。こんなくだらない。 この指ができない人は何とかってなった、のいろいろ。あったね。うん。大体できる。坂田はくらえれば、はい右リッぺって言って笑顔で出してくんな。やばい。こんな爽やかなね、臭すぎる。こんな爽やかなね、臭すぎやろ。イラストうまいな。ねうまいですね、ねイラストありがとうございます。これ、マーシー腹パンしてんでしょセンラマンの。ハウラタンを ちょちょちょセナマンを腹パンしてるの見えない見えてないそうそう左肩があの坂田の後ろだからああ、なるほどねそうそうこれ年上の圧力みたいな怖いな怖いな怖いなこのなんかこう浦島坂田戦の時代がさなんかこううるせえ奴ら的な時代をホフストさせるよねなんかそう古い漫画感あるよね確かにここだけねまぁ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 じゃあ最後のイラストじゃあ紹介してもいいですかはいはいはい ウルタナキさん、シマさん、坂田さん、セナさん、こんばんは。紫一と申します。僕は大阪に住む男性クルーです。おっ何、おっ、しマさんを押し,しています。<い>小学校のから仲のいい幼なじみから、サ坂田線の去年の春ツアーに誘われ。<い> はじめあ小学生の時から中のよさなじみから、浦島坂田さんの去年の春さんに誘われ初めてライブというものに参戦しました。周りのペンライトが激しすぎて、丸腰でいった僕は後頭部からすごい打撃を受けていました。<laughs> うんマナーを配信するか。マナー配信するか。笑い事じゃねえねうん。そんな中、島さんのドナーソングで静まり返った会場にも島さんの歌声にも感動していました。 本当にかっこいいと思いました。憧れです。夏ツアーファイナル泣きました。<ら>本当に元気になっていてよかったです。超ファンじゃん。僕は漫画,漫画家志望で、浦島坂田線の皆さんの漫画を妄想と熱像の塊でちょいちょい描いているものなんですが、もし自分たちが漫画家となったらどんなな漫画の内容がいいですかよかったらお聞かせください。去年描いた漫画をお送りします。よろしければ当レり越してください。過去、浦田さん関西弁になりましたが頑張ってください。はい<っ>ここまで読んでいただけたら幸いです。浦島坂田さん知れてよかったです。ありがとうございます。何 <laughs> だろう、なんかちょっと感動するぐらいいい。 ねえ、宮崎さん。ただ、マーシをしてるっていうところにもかわいそうだなと。なんでやねん。すごいね。書いてる。あたりこしますか。じゃあ、山田の木は。えうん。本家の渋い。なんだ本家やからな。じゃあ、最初からいくね。なん。平吉や。うわ大、大、大丈夫か、山田。 寒かったもんな。え、今誰かをだした。くんっはいわ。全君。ていうか、秋どこ行ったん。寒。ほんまやで、食欲の秋。坂田いつも食欲のあ、食欲の季節やん。きー、おだまり。き<ー>。き<ー>。き。しまくんやで。しまやで。そういえば、くん千楽君って秋っぽいよな。ね。俺。 あわかる。二番ンおじさんはかない感じ。んと、そこで出してくるか。二番ントおじさん。パすんなお前はい、次々。おお、次次イラストも変えましたと。お、すきゅうめな。あ、これ別の。別の2ページ目。あ、4コマ漫画って、1話完結なのね、これじゃ。そうなのね。じゃあ、2つ。なんでほど続いてるわけじゃないのね。すごいニ番ンおじさんで終わったんか。ね いや難しいあっじゃあ続いてるやっぱり続いてるやっぱ続いてる続いてる続いてる続いある続いてる続いてるあいての出番ってる続てる続いている続いてるてはあっじ,じゃあ続きいく、ね、はいっなんてねえんだよ始まったで新たつ顔してんな ちょっとこれ、読まんほうが絶対面白いと思うけどやめて。絶対さ、俺ら漫画の品格落としてるよ、俺らで。やばい、面白くなったもん、なんか。後ろになんかおる。すげえ、テンポ悪いしさ。後ろになんかおる。やるやん。よし。よしって言って。よし絶対寒いってやめよう、これも。ていうか、冬嫌いなくせに冬役か、マフラーもしとるし、リュックになってるし。 やくっそ春早く来て田さんってて書いある俺春で3枚目次行くの行くの行くよ続いてるよ続けんの当たり前だろ最後までやる気3枚はいちょっと村田さんこっちにも早く来てよもう春待ってんね夏待ってんねんけど季節飛ばしはよくありません ははあ、残念だったね。浦田さんのため、俺のものだ。ふっざけんな、浦田さんは俺のものや。のへんがある。ギャース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 。スボス。<laughs> ボス。やむな。やむな。あの、マガの質を、<laughs> 質を下げて申し訳ありません。マ <laughs> ガ <laughs> の質を。失礼いたしま。損ねてしまいたしました。恐縮でございます。<laughs> はい。 最終的に山田は俺スローしたってこと投げた。そうやな。完全にやばい。かわいそう。山田が。動物逆待おじさんや。怖っ。いや、すごい上手い。ね。ね。もうプロやん、こんな普通に。すごいな。漫画家になってアニメ化して俺たち採用してくれ。頼んだ。あす。お願いします。お願いします。ただ関西弁は無理です。無理です。確かに。さあ。

えー、もう来週っすかさ来週には我々 NBC フェスにちょっと参加してきますよとはいそうですね頑張っていきますそしてその翌月には翌月後には春ツアーが始まるとあら、はい、まずは北海道から <laughs> いや,すごいでいや楽しみだねもう始まりますねうん皆さんまだまだ浦島田坂田戦浦島さから戦っつた今坂田戦今年はいろいろなことに挑戦していくかもしれません 楽しみに、うん、そうですね。はい、楽しみに、楽しみにしてください。うん、お疲れ様でした。はい。お疲れ来週来,来週の月曜日はどうなるんですか ?129。1> 1なんであれ、この日って何かなかったでしょ ?129 は。あ、ほんとだ。多分ラジオができないのではという、ね。そうか、リハーサルか。可能性がありますね。もしかしたら休むかもしれません、ね。はい、お願いいたします。うん、申し訳 はいまた公式アカウントから多分連絡が来ると。のでよろしくお願いします。お願いします。いはい。はい。じゃあ、締めを。坂田さん。じゃあね、えっ、ー、と、俺たちの、えー、旅はこれからもなお極めるだろう。それでは、またな。<だ> <laughs> お疲れさまでした。お疲れ様でした。えー